お元気ですか、ペルシアンと申します。今回は EBM スポーツトレーニングカード EFEACHI 2019の開封動画となっておりますが、これね、過去にね1回やっておりまして、1回目の時は外れでございました。まあ外れという方はね失礼でございますので、ね、気に触る方はね本当にごめんなさい。これはねあくまでもね運試しでございますのでね、あまりね直筆サインカードはね期待しないでください。以上でございます。それでは早速ね開封していきたいと思っております。なおですね、これね前に1回開けてますのでね、レアカードとかね直筆サインカードのみねの以外はね、説明しませんのでご了承ください。でこちらね、高見山大五郎関でございます。はい、以上でございます。続けてね、2袋目開封していきたいと思います。はい、以上でございます。続けて3袋目開封していきたいと思います。以上でございます。4袋目開封していきたいと思います。はい、以上でございます。5袋目開封していきたいと思います。で、こちらすごいですね。谷川かける選手とね、谷川渡る選手のね、かける選手と渡る選手の、カードでございます。でこちらですね、張本智和選手ですね、卓球ですね、のカードでございます。はい、以上でございます。6袋目開封していきたいと思います。はい、以上でございます。7袋目開封していきたいと思います。はい、以上でございます。8袋目開封していきたいと思います。
9袋目開封していきたいと思います。こちらですね、ワンボーロン選手のね、カードでございます。で、ラストの10袋目開封していきたいと思います。ね、こちら元サッカー選手の内田篤人選手のね、カードが出ました。はい、以上となります。以上で、BBM スポーツトレーニングカード Infinity 2019の開封動画を終わりたいと思います。で、今日はね、これはね、あくまでもね、運試しでございますのでね、直筆サインカードはね、まあ、あればいいなって感じでございますのでね、これから長い目で見てあげてください。よろしくお願いいたします。でですね、12月のね、これで開封動画は終わりたいと思います。で、今後の予定なんですけど、1月はですね、この開封動画をですね、1回か2回だけにしたいと思います。あくまでもね、これはね、偶数好きでやりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、今回はね、1月にもしね、プロ野球チップスカードが発売されたらね、そっちをメインにね、やっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。もうすぐね、サムライジャパンチップスカードって出るのかなってね、思っておりますのでね、よろしくお願いいたします。じゃないかもしれませんのでね。はい、そういう感じの開封動画でした。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ペレシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。